次は塗り壁なったそうや。おお、ごっつい急流滑りみたいになってやん。どうも、ヒロキングです。明日ようやく試合がね、やっとこの時が来ました。まあ、この前ハンペンとか言うておちょくったこと言われたんで、僕コージ選手の煽り方好きじゃないんですよ。誰ももう前いつもいつも気悪いね、あだ名つけてますけど、思いっきりやりたいと思います。以上です。あ、これめちゃくちゃいい匂いするんですよ。これ俺が作った香水。めちゃくちゃいい匂いするんですよ。それをどうしても伝えたくて、はい、コウキさんまたこれ使ってください、はい、めっちゃいいんですよ。めっちゃモテてしゃあないんで、これ今この視界台でも距離で匂ってきます、ね、ごっつい匂いするでしょ。ものすごくいい匂いします。ごっつい、はい、だから明日はちょっとこれで会場の女の子たちメロメロにしようかなと。はい、いや、あの意気込みは、いや十分話しましたやんか今のこれ意気込みですよ。はい、ありました。なんかね、さっきね、アメバのね、人からね、なんか連絡来てね、なんかね、この子あれ、あの、俺の金魚の糞に教えてもらっとったでしょ？あの、ひょっとこくんに。あれでちょっとがっかりしたな。そこで金魚の糞出てくるかと。あいつ、いつまでたっても乗っかってくるなと。だからもう、金魚の糞に教えてもらったらもうただの恋キングですわね。もう、十分跳ねといてくれと。はい。エンタメファイターもこれまでやっていうところ明日の試合で見せつけたいと思います。まあまあお前1ビンナーお前おいこれお張り切ってきたな1ビンナーさあここで張り切ってどうないですか。もう1回目で張り切らな黙れとお前お張り切ってんな1ビってなんぼやぞ男はごっつお前の方が1ビットるけど塗り壁みたいな顔してお前お明日お前にもうすでにハンペンちゃうやろどういとお前ジャガイモやろかお前ハンペン言うてへんがなお前テンパっとんかお前塗り壁や言うてんやん何や次塗り壁なったんか塗り壁くんみたいな次は塗り壁なったんかそうやおーごっつい急流滑りみたいなってやんさあバチバチの様相を呈しておりますがさあ一触即発の状態です。一度お座りいただいてさあ、バチバチの様相でございますが改めまして仕切り直させていただきましていや仕切り直す前に拭いてごっつい濡れてるタオルの方何かはいおおほな吹き合いするか吹き合いするか吹き合いするかじゃあ俺が食べるかさっき吹いてみ吹いてやるわ来いよエンタメ言われへんのか男の勝負しようぜこれ男の勝負しようぜ言ってんじゃんおいこれ何が半分や塗り壁やこれお前の煽り思んないんじゃ誹謗中傷しておもろいんかこれそういう煽りはおもんないぞこれそういう煽りはおもんないぞ言っとんねなあさあ、スタッフさんがねタオルの方をご用意させていただきました。皆さん僕お手がやってるんですけどコジ先生タオルをねはんぺんご用意ください。頼んでくださいお願いします。はんぺんなんでありがとうございます。でも俺どう見ても絶対に俺はんぺん言われてんけどこの前はやっぱね試合がこの JBC とかのいろいろ兼ね合いとか後期会長にしろはじめ最高ファイトがやっぱりねいろんな人の力をがあってこういうふうに僕もリング立てれてると思ってたんで本来の自分を出せてなかったんですよ僕だから辛抱しとったんですよ。だから今回はもうこういうふうにこの前で試合もバチッと決まってねこういうふうに軽量も乗って明日試合決まったっていうところなんで僕も真剣なその姿を見てほしかったんで今こういう感じになったんですけどまあ明日おもろい試合絶対に見せます。男の勝負しましょうよ。ねえお前もかけてんから。
ねやりましょう。バチバチの殴り合いがやっぱ盛り上がると思うし、俺はもう何でも、ねバッティングにしろ。何でもどんどこいやから。自分も言うてんから。なあ、言うたこと責任取ったやん、自分。はい、終わりました。ありがとうございます。ええや、これだ、お前。お前や。お前も言うとんねん。